ジョン・アンドリュー・ベーナーは、アメリカ合衆国の政治家。所属政党は、共和党。連邦会議員、連邦会議共和党会議議長、連邦会員多数党員内総務、連邦会員少数党員内総務、第61代連邦会議,議長などを歴任した。1949年、オハイオ州シンシナティ近郊のレディングに12人兄弟の、次男として生まれる。 ベトナム戦争中の1968年に海軍に徴兵されるが体の故障により訓練期間中に名誉状態となる。実家は裕福ではなかったが苦学してゼービアー大学に進み経営学の学士号を取得した。大学卒業後はプラスチック関係の地元中小企業に就職して成功を収め経営者となる。1984年には 地元、オハイオ州の州会院選に、共和党候補として、第57選挙区から出馬し、当選。1990年まで務める。オハイオ州の連邦会院選区割。ハックは、シンシナティア・デートンの近郊。1990年、地元、オハイオ州の第8選挙区から、連邦会院選に出馬し、以来、13回連続で当選を重ねる。 議員初期の頃には、会員の後期粛清活動で注目を集め、同期当選のリック・サントラムと共に、七人組と、称された。後に、会員議長を務める入党ギングリッチの側近として、君党を受け、ギングリッチが1994年の中間選挙で、保守革命、米国との契約を掲げて、与野党逆転を実現すると、会員共和党ナンバー4のポストである。 会員共和党会議議長に就任するなど、順調にキャリアを積み重ねていった。しかし1999年、ギングリッチが前年の中間選挙で、共和党が会員の議席数を減らしたことの責任を取る形で、会員議長を辞任すると、それに連座して、無役となる。1999年に、ギングリッチが失脚して、以降、会員共和党では、 ギングリッチの性的だったトム・ディレイが急速に対等する。2001年からの5年間、ベーナーは会員の教育労働委員長を務めるものの不遇であった。しかし、2005年9月にディレイが政治資金流用で起訴され失脚すると改革を求めるジェフ・フレイクラ中堅、若手の会員議員がベーナー擁立に動き、2006年2月、 会員共和党のナンバー2である多数党院内総務に当選する。当初、この選挙戦は、ディレイの最側近として、ディレイの下で、院内幹事を務め、ディレイが辞任した後には、臨時院内総務も務めていたロイ・ブラントが優勢だったものの、ベーナーが終盤で支持を急速に拡大した。2006年と2008年の会員戦では、 ジョージ・ W ・ブッシュ政権に対する風当たりの強さなどもあって、共和党は大敗を喫したものの、ベーナーは引き続き少数党院内総務を務め続けた。2009年にバラク・オバマ政権が発足して、以降はオバマ政権が推し進める財政出動を伴う景気対策や医療保険制度改革などの大きな政府路線を一貫して激しく批判する。 対決路線を主導し、共和党の体調傾向に歯止めをかけ、2010年の中間選挙では、下院で60長議席増となる歴史的対象を収めて、与野党逆転を実現させた。2010年の下院選でベーナーが掲げた選挙公約名は、米国との制約であり、これはかつてギングリッチが掲げた、米国との契約を意識したものと考えられる。 会員で過半数を制したことにより、ベーナーは、会員議長への就任がほぼ確実となった。2010年の中間選挙で圧勝したことを受け、同年11月17日、会員共和党は、ベーナーの会員議長推挙を正式に決定する。2011年1月に召集された第112議会で正式に、 会議長に選出され、議長選出の際には涙を流す一幕もあった。同年4月には、共和民主両党の会議員数名とバグダッドを電撃訪問にし、イラク首相、ヌーリーマーリキーと会談した。議会共和党は2012年大統領選を見越して、オバマとの対決姿勢を強め、ベーナーの指導の下、債務上限の引き上げ問題で政府と激しく、 対立した。デフォルト寸前の2011年8月2日、増税なしの歳出削減を条件とする共和党の要求に沿った条件が取り決められた。ベーナーは、オバマ政権の経済政策を批判するとともに、8月5日に発表された、スタンダードプアーズによる米国債の格下げは、歳出の未境い増大にあるとも批判している。 2015年9月25日、同年10月をもって、会議長を辞職し、合わせて政界からも引退すると表明した。オバマ政権に融和的であるとして、共和党内の強硬派からの圧力があったものと思われる。同年10月29日、会議長を退任した。議員辞職は31日。2016年大統領選挙の共和党予備選で、 首位のドナルド・トランプ候補をウテッド・クルーズ候補について肉体を持ったルシファーと批判、クルーズの敗北が確実になるとテキサスから来た男が勝たなくてよかったと述べ過半数の大議員を獲得したトランプへの支持を鮮明にした。2016年9月15日にはタバコ会社、レーノルズ・アメリカンの取締役に就任。同月、ワシントン DC の大手法律事務所。 ロビースト事務所、スクワイア・パットン・ボッグスの戦略アドバイザーに就任。2018年4月、それまでのマリファナに対する姿勢を転換させ、医療用大麻の合法化を推進するエカーリジ、ホールディングズ社の相談役に就任した。涙もろい性格で知られる。議長退任日の本会議では、自分が泣くことを予告するかのように退任演説の演壇に、 箱入りティッシュペーパーを持ち込んで笑いを取ったが、やはり演説中に、歓喜はあまり涙を流している。枝元参院議長に、東下大受賞イコールファイティング原田さん曲日、局実少女小受賞時事ドットコム2016年11月3日当時、共和党は、会員で多数党の地位にあり、会院議長のポストを得ていたため、アメリカ会員では、 日本などと同様に多数党の地位を獲得した党の議員が会院議長を務めることが慣例となっている。しかし、アメリカの会院議長は、イギリスの庶民人議長や日本の衆議院議長が党派に偏らない、中立性を求められるのに対し、党派的な役割を担い、会員多数党のリーダーという位置づけにある。このため少数党においては、会員のリーダーである。 院内総務職は、多数党においては、会員議長に次ぐ、ナンバー2の存在である。新会員院内総務に、ベーナー議員、米国アフップブニュース、2006年2月3日、リパブリカンズ、ロールアウトプレッジツーアメリカ、FLV 米国との制約、2010年9月23日、GOP、コントロールドハウスツーキック、オフニューセッションバイリーディングコンスティテューション、 アラウドファックスニュース、2011年1月5日、政治家の涙小森義久、ステージ風発、2011年1月16日、ベーナーミーツ・ウィズ・イラキ PM インバグダットサイツプログレス、フォックスニュース、2011年4月17日、httpjp-reuter.com、アーティクル、ビジネスニュース、 エジップジャポン十二兆百五十五億千十一万八百二、h t t p 毎日 j p ライフ、マネ、ニュース、一万八百七0零零零零メートル0零0 0零零零0 CHTML。ベーナー米会議長が10月末で辞任へ、共和党トップロイターベーナー、会議長辞任表明前共和党重鎮。 オバマ政権に優和的強硬派から圧力、産経新聞、肉体を持ったルシファーは、ルシフェル・イン・ザ・フレッシュ、ジョン・ベーナー・コールズ、テッド・クルーズ、ルシフェル・イン・ザ・フレッシュから、ワシントン・ワイヤー WSJ ・オール・ストリート・ジャーナル、テキサスから来た男が勝たなくてよかったわ、サンク・ゴッド・ザ・ガイ・フロム、テキサス・ディドゥント・ウィン、ジョン・ベーナー・バックス、ドナルド・トランプ。サンクス・ゴッド。 テッドクルーズディトント WIN-CNNPOLITICS.com ダッシュ・ t CNN ハット・ヘビース・モーカージョンベーナージョインズタバコカンパニー S ボードセプテンバー15 2016 CNN ハットフォーマースピーカージョンベーナーヘッズ2 K ストリートワシントンポストハットジョンベーナー S マリファナリバーサルマイシンキングオンカナビス ハズエボルブ、ニューヨーク・タイムズ、ハットティアーズ、スルー・ザ・イヤーズ、ジョン・ベーナー、ゲッツ・エモーショナル、USA t o デ a ハットメーガン、スペシア、エーフェアウェル、ツージョン、ベーナー、STARSMAHABLE.com s。ハットスピーカー、ジョン・ベーナー、ビズフェアウェル、ウィズ・ノーリグレッツ・オア・バーデンズ、USA t o デ a ありがとうございます。